サートマス・モア、サートマス・モア、サートーマス・モアはトマス・モアの生涯を描いたアンソニー・マンディ、他によるエリザベス朝演劇の儀曲。原稿が一つだけ現存しているのみで、それは大英博物館に所蔵されている。その中の三ページをウィリアム・シェイクスピアが書いた可能性があるだけでなく、エリザベス朝演劇の検閲の実態を明らかにしてくれる意味でも、 重要な原稿である。シェイクスピアがサー・トマス・モアに手を加えたことが最初に指摘されたのは1871年から1872年のことで当時の重要なシェイクスピア研究家、リチャード・シンプソンとサー・フランス・ベーコンの著作の編者、ジェームズ・スペディングによってなされた。1916年、古文書研究家のサー・エドワード・モーン・ド・トンプソン、 は、いくつかの筆跡の中の、ハンド D が、シェイクスピアの筆跡であると鑑定した。その説は1923年に5人の著名研究者による、シェイクスピア、S ・ハンド・イン・ザ・プレイ・オブ・ザ・トーマス・モアの出版でさらに強まった。多角的な分析のいずれもが、肯定的結論を導き出したのだ。議論はまだ続いているものの、2005年には、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーが、2007年には、 オックスフォード版シェイクスピア集第二版がサートマスモアをシェイクスピアの作品に含めた。大英博物館に所蔵されている MS ハーレイ7368の原稿の出自は1728年にまで遡ることができる。その時はジョン・マレーというロンドン人が所有していた。その後、第三代オックスフォード並びにモーティマー博。 エドワード・ハーリーに渡り、1753年、他のハーリーのコレクションと共に、大英博物館に移った。状態は悪く、もともとは、全16枚、32ページでできていて、手書きの31ページは、作品の聖書で、最後のページは空白である。しかし2枚か3枚が破れたようで、7枚と、小さな2ページが挿入されている。 現存するものの修正された原稿は次のような内容である、ホリオ1とには原稿を放送する目的のものなので無視する。ハンドシーは全体を構成しようとしたようで一貫性を強化している。しかし、いくつかのとがき、誰のセリフかの指示が失われている。とがきのいくつかには誤りがある、追加、い,いいと読んでモアは登場する前に独白を喋っている。 こんな状態なので、研究者、評論家、弊社たちがこのテキストは、雑然としていて、矛盾を減らすべきというのハムベからのことだろう。しかし、1987年に、スコット・マクミランはそれにことを唱え、この劇はそのままで、上演可能であると主張し、続いて、2005年のロイヤル・シェイクスピア・シアターが、上演した。原稿が最初に印刷、出版されたのは、 執筆から2世紀半経った1844年で出版社はシェイクスピア協会、編社はアレキサンダーダイスだった。1911年にはウォルター・ウィルソン・グレック、編でマローン協会から出版された。サー・アトマス・モアはその改定を含む問題を別とすれば驚くべき劇である。劇の最初の500行だけで22人。 全部で五十九人ものセリフのある、登場人物がいるのである。さらに、群衆シーンまであり、当時の劇団の上演能力には相当な負担を、かけるものである。俳優たちは二役あるいはそれ以上の金役をする、必要があり、劇もそうできるよう構築されている。劇は、大きく三つの部分に分かれている。つまり、モアの台頭、大奉還になったモア、モアの破滅、である。 最初から最後まで出ずっぱりなのは、モアとソールズベリー博、サリー博の三人だけである。他には、モア夫人、パーマー、ローパー、市長、州長官らがに三の場面に分かれて登場する。政治的な検閲を除けば、改定は、純粋に演出についての現実的な懸念からなされた、ものである。例えば、追加、いいいとばは、異装替への時間を作るためだった。 追加、E では二人の役者の間に、モアの四十五行にも及ぶ、長い独白を挟み、追加、バイも、同じく、劇の最終局面の準備のための息をつく暇を、与えている。確かではないが、おそらく、以下のような行きで書かれたのだろうと思われる。1594年の劇団の再編以降、現行の所有権は、海軍大臣一座に移ったものと思われる。 海底の時期を特定することは難しいが、多くの研究者が1596年頃と見ているが、遅くとも1604年頃まではあり得るとされている。海底のほとんどは劇の本筋に対してなされ、より演じやすくなっている。とはいえ、海底版でも最低18人、13人の大人と5人の少年を必要とし、原稿は合作、改底、 検閲が入り混じったテキストとなっている。オリジナルを執筆したのは劇作家、アンソニー・マンディとヘンリー・チェトルだと信じられている。おそらくその数年後、トマス・ヘイウッド、トマス・デッカー、そしておそらく、ウィリアム・シェイクスピアからなる劇作家チームによって、かなりの改定がなされた。6つの筆跡が誰のものかは、次のように考えられている。マンディ、チェトル、デッカー、 ヘイウッドは1600年前後に海軍大臣一座のための劇を書いていて、この劇と劇団の関係説を強めるが、シェイクスピアは部外者である。スコット・マクミランは、シェイクスピアが関与したのはオリジナルの方で、その時期は1590年代の初期、その頃シェイクスピアはロード・ストレンジ、エスメンのために書いていたのだろうと仮定した。ハンド D の部分は、 シェイクスピアの作品として一般的に認め得るものではある。しかし、それをはっきりと証明するものはなく、議論はなお続いている。シェイクスピアでなくジョン・ウェブスターであるという意見もある。もし、シェイクスピア説が正しいのだとしたら、問題の3ページは、2、3の文書への署名を除いて現存する唯一のシェイクスアの手書き原稿ということになり、多くの修正、削除、挿入に、 シェイクスピアの創作の過程を垣間見ることができることになる。ハンドディーをシェイクスピアの筆跡とする根拠は複数ある。1871年から1872年にかけてのシンプソンとスペディングの最初の定義は、古文書的、聖書法的な考察からというよりは、文学的なスタイルと内容、政治的展望に基づくものだった。具体的に、 ハンドディーとシェイクスピアの比較をしてみる、車体部に注意。サートマスモア追加区、84から7。コリオレイナス第1幕第1話184から8行。トロイラストクレシダ第1幕第3話121から4行。ペリクリーズ第2幕第1話26から32行。サートマスモアへのハンドディーによる、追加の多くの特徴が、シェイクスピア研究者、読者を引き付け。 専門分野からのより集中的な研究を導いた。劇はトマス・モアの栄光と没落の生涯を巨実内混ぜて激化したものである。物語は1517年のの暴動で幕を開ける。モアはこの時ロンドンの州長官代理で暴動を鎮圧するティルニーの検閲で外人たちがロンバルディア人に変更されている。おそらくロンドンには抗議するほど ロンバルディア人がいなかったからだろう。中盤では、大奉還になったモアが描かれる。エピソードは、ウィリアム・ローパー、モアの義理の息子の伝記とジョン・フォックス、の、殉教者列伝、からの寄せ集めである。エラスムスをからかう場面もあり、モアのウィットと良識が表現される。終盤は、モアの破滅都市である。この劇が書かれた当時はまだ、チューダー朝統治期。 エリザベス朝だったので、モアを処刑したヘンリー・パッセイ、エリザベス一世の父親は慎重に扱われている。論争の背景は言及されず、また誰も王を直接批判することはない。代わりに、モアの運命は、ホルトゥーナの、運命の輪という中性的な表現で表され、モアも、ストイックに死を受け止める。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。